それじゃあね、今日もみんなでバトルやっていきたいと思いますって思ったけど、埼玉マジで埼玉だね顔。いや埼玉知ってますかね、あのワンパンマンの主人公の名前が埼玉って言うんですけど、あんな顔じゃないよ。もうちょっとね、あの強そうな顔なんですけど。さあ今度は4人で徒競走って書いてました。徒競走なんだ。え、どんな感じだろうね徒競走って。それじゃあね、僕一番上に行こうかな。一番上に行きたいと思います。だいたいこういうのはね、一番下の方がね、うん、有利っていうことが結構多いんですけど。いや完全に走る感じだね全然徒競走じゃないね。よし、うわこれ、いや楽しいこれは結構得意です。おっきゃー、引っかかった。うわ引っかかった、もったいないな。でこのまま渡っていきます。よし、でこれ抜けていこう。抜けていって、オッケー。でジャンプ、うわー負けたな、これ完全に負けたわ。でこのまま渡ります。よし、多分ゴールでしょこれね、多分ゴールと思うんですよ。いやまだ、あまだだね、あまだ勝つチャンスあるってことかな。でもあの二人めっちゃうまいな全然引っかかってないで、ね、よし、オッケーオッケー。もうちょっと、ああゴールされたしかも埼玉じゃんさすが最強だね埼玉。っていうか僕アバター変えたじゃん。まあ今更なんですけどね、前の方がいいっていう方いる？アバター。いや絶対こっちの方がいいよね。もう見た目めっちゃ可愛いんですよ。もう僕の自信作ですよ。まあ、サクって言ったらちょっとね、あのこの子に申し訳ないんですけど、マジでねめっちゃね頑張って作ったんですよ。まあ、制作時間で言えばでも30分近く。たまにどんどん乗りながら行くパターンのやつね。よしそれじゃあ渡っていきましょう。よし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 、やった、渡れたキノピを足毛にしていきましたよ。うわっ、やった、危ねえ。よし、取れた、これゴールでしょ。ワンチャンあるよこれ。え、なるほど、どっか鍵を持ってるやつがいるのか。オッケー、これでいけた。キノピオ来てるね。これは P を踏んで、どんな感じ、え、どんな感じだこれ、踏めってこと。うわ、キノピオそこダメだって。あ、え、ここ入れるの、普通に入れたうわ、右下のあの亀の甲羅ばっか集中してたな。スーパースパイクショーダウン 3S だね。よしそれじゃあやっていきましょう 3S。 これはちょっとこの子危ないからアイテム取っていきますね。ガボンのこの鉄球とかマジ危ないからアイテム取っていきます。よしオッケー、ちょっと待って、よしオッケー。これ結構危ないと思うんですけど、みんな行ってるね。あ、ここにファイヤーあったのか。あのキノピオは、え、先行った。あー、やられてる、やられてる、やった。え、これめっちゃチャンス、やったありがとう。シンプルスプリングジャンプ、ジャンプいいね。ジャンプは得意ですからね僕。過去の動画を見た方はね分かると思うんですけど、こんな感じか。ジャンプ、オッケー、やったS プラス目指すぞ。いいねその息、頑張って。ま、勝ちは譲らないけどね。いやでもですね、僕のリスナーさんの方で今 A 隊にいますとか S 隊にいますとか結構いるんですよね。まあ S プラスを頑張って目指してますっていう方もね結構多いんですよ。いや本当にね頑張っていや本当はみんな頑張って、やればやり続ければねきっとできるはずだから。僕もですね、あの A 隊じゃない S 隊までは結構簡単にいけたんですけど、なんてやられた今。いや今のは S プラス失格ですよ僕もですね、あの S からあの S プラスまで本当になかなかいけなかったんですよね。まあ、それまでの間めっちゃ動画上げてると思うんですよ。本当に行った時はめっちゃ嬉しくて、まあそれまでもねずっとあの A 隊じゃない S 隊で、まあ、過去やってきてたから、まあ、S プラスに行けなくてもですね、まあ、S 隊にいるとですね、あの結構鍛えられるんですよ。まあ、みんなでバトルをね結構長くやってると、いつか絶対にねあの上手くなって S 隊に行けるはずが来るはずです。いやこれマジで絶対です、絶対と言ってもいい。うわここで、ここでブンブンか。ちょっとアイテム取っていきますね。よしあと1回、待って、やっちゃった、やっちゃった。よしオッケー、やったやった、よしかっ、よし、やっかっ、またさ、され、いや、チャンスチャンス、今チャンスだったね。もうひどい、これはひどい、もう絶対、やっ、右右、3の5バウンシーブリザードってことは氷だね。さあ、あ氷じゃない、雪、雪ステージか。うわ、あのガボンなんか鉄球投げそうだから気をつけようね。て、うわ雪だるま、雪だるまか。うわ危ねえ、あー出遅れましたけど。うわキノピコちゃんも戻ってきてらっしゃる。ちょっと待って、よしオッケー。うわちょっと
よし、それじゃあ渡っていきますか。いやー、やっと立て直したね。無限さんがここでね、ちょっとギブアップしましたけど、はい。いや、ちょっとね、ラグいんですよ。ちょっとジャンプのタイミング、A ボタン押すタイミングがちょっとずれるんですよね。まあ、それでちょっと下に落ちたっていうね、もう最高の言い訳をさせてもらいますけど。ね、うわ、これは右？キノピオどうしたんだろう。今ちょっとキノピオ左行ったよね。よし、それじゃあ渡っていきます。キノピコが右いるね。ちょっと待ってね、キノピコ。絶対追いついてみせるから。キノピコやられたね、ここで。チャンス、これはチャンスだけど。いや、ちょ、なるほど、この子を倒せばいいのか。オッケーオッケーオッケー。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。これヒップドロップで倒せるんじゃない。よし、オッケー、落ちれ。よし、オッケー。で、この間に渡っていきます。ゴール、え、これゴールじゃない。やった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 。よし、みんなおいで、ここで僕待ってるからね。いやー、かわいいね、キノピコ。いやー、ちょっと待って、取られるかと思った、ごめんよ、疑って。よし、それじゃあこれでラストバトルにしようかな。ゴンババレーって書いてたんですよね。うわ、レイジー、よし、サイ最後に運んでってくれるのって思ったらさ、ね、ルイージ、そういうことするんだ、ルイージ。じゃあ僕アイテム取っていきます。これは逆転ちょっと狙っていきます。え、なんか上、今なんか出たね。何だったんだろう。よし、これはルイージとキノピコ、うん、やられてくれないかな。あ、ルイージ、ルイージさっきの借りは返すね、ルイージ。ハクレイレイミューさんか。わ、またアイテム取ってってないで。よし、それじゃあアイテム取っていきます。ここね、あのクリボーとかあのパックンフラワーが結構現れるから危ないと思うんですよね。よし、ほらね、キノピコ脱落しました。はい、え、あとルイージだけか。あとルイージだけだね。どこいる、ルイージ。ちょっと待って、僕アイテム取っていきます。ちょっと戻ってしまうけどアイテム取っていきます。あ、ハクレイさん、ギブアップした。やった、チャンス。これは最後に勝てるチャンスですよ。ちょっとここで僕一回アイテム取っていきます。やった、しかもファイヤー。うわー、ちょっと待って、レイミュー、ハクレイ、ハクレイじゃない、キノピコ、キノピコ、よしこれはゴールでしょ、きっとゴールでしょ。やった、ちょっと待って、ちょっと、危ねえ危ねえ、マリオ、マリオ。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。